はい。オーケー。援護、援護、援護。おい、せつらい動け。よいしょ。はい。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。おお、なに、リカバルされてる、神お茶。ここをウルト置いときましょう。よしよし。オッケー。はいどうも皆さん、バン、おはにちは、イスゲーです。ということで、本日もガンダムエボリューション実況プレイしていきたいと思います。ということで、今回ね、使っていきたいこちら。はい、ってことで、今回はジム使っていくんですけど、この機体ね、結構強いんですよ。知ってました？はい。まあ、何が強いのかと言いますと、機体の HP は800と結構低いんですけど、まあ一番低いんですけど、はい、シールドが1300ということで、まあ合わせてね、まあ、2100。はい、HP がありますよという機体でございます。まあ、シールド構えてるときはほとんどシールドが吸ってくれるんで、はい。まあ、敵に次攻撃されてるときはシールド構えて、なんとか耐えしのいで逃げるとか、いいかなと思われます。はい。それがビームスプレーガンなんですけど、はい。構えてるときと構えてないときにね、発射距離が結構変わるんですよね。はい。で、届かないなっていう人はシールドを外して撃つといい。ことでしょう。はい。まあ、シールド構えながらも撃てるんで、そこが強みなんですよね。近距離は基本シールド構えて撃てば、はい、ダメージ与えられるし、こっちは食らわないっていう状況を作ることができます。はい。ただ遠距離は届かないので気をつけてください。で、一番強いのがね、この起爆式爆弾、これの威力がすごい高くて、多分だけど連続で食らいますと600とか、はい、まあ、全部食らうと、全部って、エイペックスでいう、なんだ、テルミットグレネードみたいな感じなんですね。バーって燃えるんで、だから敵が守ってるところに投げ込んで爆発させたら、はい、かなり敵は嫌がると思います。はい、大体多分300ぐらい食らうんじゃないかな、すぐ逃げたとしても。はい。ってことなんで、これがかなりの火力出るっていうところを今回見せていきたいですね。はい。あとは、シールドバッシュで近接の敵殴って、ガードして、シールド構えつつ撃っていくみたいな。敵とのある程度の距離を取りつつ撃っとかもできればいいかなと思っております。それから、リペアグレネードっていうね、はい。これ、回復するグレネードもね、実は持ってるんですよ。すごくないですか、これ。はい。味方を回復することもできるし、罠仕掛けて敵にダメージを与えることもできるし、はい。で、必殺技の方は、ホーミングマインってことで、まあ、地雷を撒くんですよね。5個の地雷を撒いて、それが敵に向かって飛んでいくってやつです。はい。これ結構ね、守りの時とか、守りの時基本強いかな、ジムは。はい。まあ、ただ、近接の機体とかに対して、ちょっときついのはありますが、まあ、シールドバッシュで飛ばせばいいかなと思われます。ということで、今回はこのジムが結構強いってことを皆様に見せていけたらなと思います。では行きましょう。さあ、ということで、防衛ですね。ジム使ってやっていきましょう。で、防衛なんですけど、最初の拠点。でね、結構すぐ取られちゃうんですよね。だからその後が結構大事になってきます。はい。まあ試合の中で説明していきましょうかね。はい。ということで、このルールは、はい、まあ、ナビゲーターが言ってるように、この A と B に爆弾が置かれるんで、それを置かれないように、まあ、置かれても解除しつつ戦っていくっていうのが必要になってきますと。はい。で、まあ、敵さん的にはこの中継を取れると、このおにぎりね、おにぎりを取ることによってこっちに、すぐ行きやすくなるんですけど、だから最初はここを守らないといけないんですよね。はい。ですが、たまにここ抜けて速攻で爆弾を仕掛けに行く人がいるんで、それがやばいです。はい。もう一つのマップだと、メタスがね、メタスじゃないや、アッシマが飛んでいったりするんで、それが怖いところですね。まあ、とりあえずジムの戦い方を見せていきましょうか。まあ、とりあえずあんまり前で守っても意味がないですので、しっかりとここで戦っていこうかなと思います。味方を回復させつつね。
怖いのがスナイパーが頭抜いてくるんで、それだけが怖いので。爆発、これでよっ。さあとりあえず前に来させなければいいんで、ジムはあんまり前に出ない方が OK。 あれだ、自分の食らっちゃった。さてと、上取ってますね。あですが、上取られたところで戦闘シーンを開始する。さあメタスが横から撃ってくると、あれを壊し、ああちょっと待ってあれみんないなくなってる。さてことで、おにぎり取られたんで、こっからは拠点の防衛に移りたいと思います。はい、早速仕掛けられましたね。はい、 OK、 回復しつつ、援護、おい、切ない動け、あぶねえ切ない動け中継を取り返したのか。この爆弾良くないね。中継取ってはあんまり意味ないんですけどね。さあ、いずれはここで守っていきましょう。結局はここを取るか取らないかなので、はいはい、あ、びっくりした、使わせてもらうぞ。変なところに置いちゃった。敵がGマニューマを使用、来るぞ、落ち着いて対処。これでおにぎり守ってるね、しっかりなぜか中継地点、頑張れ頑張れ。戦闘シーンを開始する。中継地点の制圧に成功した。取ってる回復か、ありがとう。されました。さあさあ、ここを守れば一応いいんで、はい、オッケーオッケー、よいしょ、はい、回復する、そこで待機しているの。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよなんかいっぱい倒したっぽいね。さあ、一石は守護神となりましょう。このゲームモードはね、守れば勝ちなんで、そこなんですよね。結構下がってるな。大破、燃やしていく。こっち、ボロ、守れ、あー、ダメだった。まだ時間ある、まだ時間ある。ナイス、あ、これは無さあ、破壊を阻止したいが、なんとか、ダメか。メタスを壊せ。 OK、 もら、上に行ったっぽいな。
オッケー、まあ、守ろう守ろう。浮かれてるんですけどちょっとすぐ解除すぐ解除。敵が2体ぐらい。オッケー、はい、オッケー、解除解除、オッケー、フィニッシュブロー、フィニッシュブローじゃない。さあ、すげえ前、すげえ前、あまり意味なかった。解除してるっぽいね。オッケーオッケー、オッケーオッケー。なるほど。調子は良好なようだ。敵のGマニマナ。回復と感謝。こちらの位置が特定されたんです。よし。敵の駆動。おお、何？もうリカバリされてる。神。クラック。あったね。オッケー。オッケー。はよ。どこだ？上か。よし、行こう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 。ナイス。浮かせんぞ。くらえ。よし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 。よしよし、ナイス、1ポイントで防いだ。さあ、ということでこの攻撃で1かもしくは2を取れば任務に支障はない、なんとかなりますんで、戦闘サポートが必要だ。取っていこうかな。リロードする。さあ、ということで行きましょう。レッツゴー。作戦を開始します。ターゲット確認、戦闘開始する。さあ、どんどん先行していきます。使わせてもらう。うわ次はやられない。単純にやられちゃった。まとまるとね、結構止められちゃうんで、それが一番良くないんですよね。ボロ。オーケー。ボロー。ボロー。ちょっと待って。危ねえ。すぐ。やろうやろう、あいつ戦闘支援を開始する。大したダメージはない。さあ、てことで敵の拠点に爆弾を置いてこればいいので、置きに行ってきます。早速 B に置いてきて、割り込まれたか。使わせてもらうぞ。こちらの位置が特定された。オッケー。おいちゃん。
さあ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 、ここで守ることができれば敵の場所を爆発できるんですけど、マイン溜まったら最高なんだけどね。はいはい、オッケー。敵は来れてないっぽいね。あ、チームキル、どうした、何があった。よしよし、ここウルト置いときましょう。よしよし。オッケー。さてと、ナイス、スナイパーやるね。さあ敵のもう一個を破壊すればいいんですが、どこにあるんだろう、場所が。場所がよくわかんないですよね。いけー、ドーン。え、もらリカバリーの必要があるような動きだ。オッケー。回復。ここ押さえて回復。爆弾やられた。次はやられさあ、ってことでここどっか抜け道はないのかな。まず壊して、リロード戦闘シーンを開始する。使わせてもらうぞ。 OK。 さあここ突き進んでいこう。あ、銃あるな。エクシー役よ。これで作戦終了まであと3分。置いちゃいます。はいはい。うわー、そう。さあということで、もうちょいなんですよね。 B に置くか。危ない危ない、こんなところでは使えないので、まあ、どっかに。行こう行こう行こう、置いてきます。ここに置いて売ると、さあさあさあ、オッケー、オッケー、よーし、我が軍の勝利です。いやー、すげえ大活躍。コンプリート。よし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 。あ、でもこれ11、あ、いや、これで勝ちか。多分終わりでしょ。やったー、俺 MVP じゃないんだ。うっそー、仕事したやん。でも67中破ってやばすぎでしょ。プラス22。さあ、個人成績でかいんじゃないですか。
はい、全部破壊しました。まあ、ルール的なあれですけど。はい、ということでご視聴ありがとうございました。このジムね、守りにおいてはかなり強い機体となってますので、ぜひ乗ってみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。